ごまんさ、ごまんさま。なんで？おう、なぜだ？出たな、おでんマン。これでも食らえ。聞くビーム。あー、やめろ。助けて、ゼーナマン。おい、チョロ松もなんかやれ。おかしいじゃないか、日本。散歩？本当か？ありゃー、いやーみくん。こら、待て。おいおい、重始末、お前酔いすぎだぞ。トッティ、ちゃんと書くんだ。人に対する興味。やれやれ、自己愛が過ぎるぞ、トドマツ。これという特徴がない。おい、どうした、ヒデ。来いよな。何勝手に食ってんだよ。バイカだろ。はぁ、年を考えろよ、年を。からなんだ、せっかく助けると言っているのに。なぜ。ちょっと待て、さっきから聞いてればなんかまるで母さんだけが悪いみたいになってないか。ザこの人全然諦めてなかったね。なんだったの、さっきのしんみりした時間。ぜあうん。一人で和歌でも読んでるんだな。さて問題はこの家のもやしボーイズたちだ。サマーが足りてないウェッシンコどもよ、くらえ。サングラス今すぐ返してもらってもいいんだが。あざす。ふん、あ、おい、いらん。ああ、感じが悪いな。了解。何いるぜ。いや、見よ、お前が大変なのは分かった。だが俺たちもクズでバカでどうしようもないアホ長男を抱えながら両親のいない数日間を過ごさなきゃいけないという危機的状況なんだぞ。そうだぞ。うん、将来こんな風になるなよ、おそ松。うるせえ、どこからだ。ふん、こんな風にはなるなよ、おそ松。え、それを食ったら帰るんだ、てめえ。嫌み、もう知ったこっちゃないざんす。みは昨日死にかけたざんす。こんなことなら見捨てりゃよかった。いやー、いよいよ年貢の納め時だ。いいか、世の中そんな甘くないんだ。甘くないんだ、甘くないんだ。クズめ、多数決だ。行くぞ。兄弟であろうともっと気を使っていこうキャンペーンとかいうふざけたキャンペーン反対の人。おい、チョロマツ、何を言い出すんだ。死ぬほど嫌なんだ。あんなに言ってくる、めんどくせえ、殺して。チョロマツ、誰だ、誰なんだ、チョロマツ。誰なんだそれは。普段どんな風に見えているんだ、練習しにくい。チョロマツ、チョロマツ。だから誰なんだ、練習がしにくいって。だから練習にならないって。わい、カラマツ、お前のせいでこんなになってんだろ、助けろよ。グッドラックの、うん、実にいい物語だったぜ。来たよ、ハッピーエンド。クリーさん、いや、そこはきっちり断るのかい。バカ、死ねや。大丈夫か、チョロマツ。今助けるぞ、チョロマツ。じゃあ止まれよ、クソマツ。先にということは、おそ松、お前もトイレに行きたいという証拠だな。なんで今の流れで、なんで俺、なんだ俺な、チョロマツ。チョロマツ、どうしたの急に。とだとだとの、いや、ごめんなさい、もう関係ないんで。は？僕たちとあなたはもう住む世界が違う。やってない。パリピーだしな。いいか。あいつはキレたら一番ヤバいんだ。子供の頃いたよな、普段おとなしいのに怒ると石持っちゃうタイプ。怖いよな。グリュー、これだから嫌なんだよ、助っ人外国人。いやいや、ワンモア。ち、分かったよ、おそ松兄さん。あ、だ、そうだろう、お前ら、お前らがチョロマツに命令したんだよな。え、じゃなきゃなんで自らこんな頭にするんだ。チョロマツというしっかり者が自分からこんなクソダサい、クソ似合ってない茶髪になんかするか。もし自分でやったんだとしたら完全に常軌を逸しているぞ、生物として底辺すぎるぞ。だがチョロマツという男はそんなやつじゃない。
おいお前らやりすぎだ。こんなバカな頭にさせてごめんねってちゃんとチョロマツに謝れ。ったくやっぱり俺たちがちゃんと目を光らせてないとダメだなおそ松。情けないもやしボーイたちめ貸せ。とどまつよ。第5問。なんで？あんな問題別に正解とかないよね。あ、人によるだろう人に。おいふざけるな。何のスイッチが入ったんだ。このまま食べれ。アホか。ダボーブッキングとは愚か者め。トッティ俺たちは死ぬほど欲しいんだ。だからこうなってんだ。お前みたいなクソダサいセンスの弟がいてくれて自分に自信が持てるんだ。お前が言うな。3万じゃなくて500円しか入ってないじゃないか。いやいいから。そしていつの日か。ハタボーを殺す。ハタボーを殺すという一心が俺たちを一つにした。ごめん。誰にもやるものか。見つけたのは俺だ。綺麗事を言うんじゃない。お前たちも独り占めする気だろう。知っているぞ。マジーちゃん。そしてついに俺たちも確定した。おいカラマツン、なんか言ってやってよ。兄はお前だろ。なんでお前ら。ゲイシマツ、朝っぱらから。お前らにちょっと言っときたいことがあるんだよ。いや早い早い。わー、言ってやれおそ松。ブラザーさっさと地獄へ行け。いやお前だろ地獄が。ゲロ富士よ。海の橋。大変なの現場は火事。またこれし。残念、今週は予告の時間があまりないらしい。